第6話夢隠れの里調査任務。倒れていた者の容体は？さくらの手当てのおかげで一命は取り留めたようです。そうか。しっかし、なんでガーラの化けたぬきが？まだはっきりと分かったわけではないけれど、今回の一尾の正体は変化の術の一種。人の生命エネルギーを利用して力を出すよね。その美獣を作るために人を誘拐してるってこと？おそらく。ったく、ひでえことしやがるぜ。人の体を元にして美獣を作り出す術か。ヤマト隊長、何か知ってるんですか？あ、いや、暗部の頃になんとなくね。人の体さえあればいくらでも量産ができる。自分は傷つくこともないし、便利な術だね。人を物みてえに言うな。あれ、そんなつもりで言ったわけじゃないけど。じゃあこのハマルもあの化け物を作るために誘拐されたってのかよ？そうだな、その可能性はかなり高い。ふざけんな。だったらなんで早く助けに行かねえんだよ。焦ったところで何も始まらん。少しは落ち着いたらどうだ。こんな時にチンタラしてられっかよ。誰も行かねえってんなら俺一人でも行かせてもらうぜ。カカシ、ヤマト。はこれよりお前たちに夢隠れの調査および誘拐犯捕獲任務を命ずる。カカシ、ナルト、サクラ、サイのカカシ班は先行部隊として直ちに現場に急行せよ。それからシカマル、イノ、チョウジはヤマトとフォーマンセルを組み、新生ヤマト班として後方から援護しろ。了解。待ってろよこのハマル、俺が必ず助け出してやっからな。ナルト、影分身の術。影分身の術。そら。はあ。はっ。はっ。螺旋丸。影分身の術。気をつけて。道を塞がれた。でかい木が流れてくるってばよ。よけて。影分身の術。
影分身の術待たせたな。影分身先生、みんな。影分身の術。しゃら。影分身の術。追加の術。わかったわ。気をつけて。私に任せて。よくものこのこと現れやがった。だがここから先へは通さない。我が貴様らに引導を渡してやる。貴様を倒して元帥様への供養とする。あの世で己の愚行を食いるがいい。覚悟。影分身の術だ。こいつはっ、私の呼び合い。まずは折り巻きを片付ける。よく影分か。影分身の術。そら。私に任せて。よっしゃ。迂闊に攻撃。影分身の術。反撃する。よく動きを見るのよ、ナルト。分かったわ。スタンスだ。連携攻撃のチャンスよ。加賀先生、行くぜ。影分身の術。そら。私に任せて。ああ、反撃開始だ。そうですね。大玉らせんな。迂闊に攻撃すると